これが私のけじめ。今まで抱いてきた夢への私なりの決着。二度と同じ悲しみを繰り返さないためにも。そして これから先、フィリスちゃんと一緒に明日を歩んでいくためにも、過去と決別する意思、受けてみなさい。 仕事がはかどるってもんよ。フィリスちゃんのためにもっと強くならないとね。 平気だから離して。
だめ。しばらく話してあげないんだから。それとも何？フィリスちゃんはお姉ちゃんに抱きつかれるのが嫌なの？そういうわけじゃないけど。だったらもう少しだけ、もう少しだけこのままで。うん、少しだけだよ。久々にフィリスちゃんを堪能したわ。なんかやだその言い方。ごめんなさい。でもフィリスちゃんがついてきてくれて本当によかった。だってあなたがいてくれたおかげでお姉ちゃん頑張れたんだもの。本当にありがとね、フィリスちゃん。ノルベルトさんに報告に行こうか。多分気にしてるだろうし。ええ、その後はアトリエでゆっくりしましょう。とびきりのごちそうを作ってあげるから。やった、ほんと？リアネ大好き。これで気兼ねなく未来に歩んでいける。フィリスちゃんと一緒の道を。みんなどうか安らかに。さようなら、私のふるさと。